こんにちは、ベルダセラピストの大石です。今日はホワイトパーチボディオイルとリトリートブラシを使って手軽に巡りボディを作るマッサージのポイントをご紹介します。ポイントを解説していきますので一緒にやってみてください。はじめにブラシの先端で肝腸のツボを刺激します。強めに揉みほぐすように行いましょう。オイルを3プッシュ手に取り、温めてから太もも全体になじませます。ブラシの先端を使って足の付け根をスライドしてほぐしていきます。柔らかいブラシの部分を使って小さな円を描くように太ももをほぐします。ほぐれた太ももの形を整えるように内側と外側それぞれしっかり引き上げていきます。いかがでしたでしょうか。ポイントを押さえたマッサージで体の巡りを良くすることがクリーンビューティーへの近道です。忙しい日々の中でも自分だけのリトリートタイムを取り入れてみてくださいね。